面白いってなんだろうみたいなのをずっと話してるのが講談社気がしますね。As an editor of the weekly manga magazine Morning, he published titles like Witch Hat Atelier and Heaven's Design Team. And now, as a vice editor-in-chief of the monthly magazine Afternoon, he continues to produce many hit titles like The Darwin Incident. We interviewed him to look at the behind the scenes of an editor's job.空挺ドラゴンズという漫画の作品の担当をしておりまして、まず最初に打ち合わせをしまして、大体どんな話にしたいのかなっていうのを話します。それをもとにネームという下書きみたいなものを書いていただきまして、それを読んだ上で、もう一回打ち合わせをして、今から行くのはちょうどネームをいただけたので、そのネームを見させていただいた上での打ち合わせっていうのに向かおうと思います。やっぱりそのオンラインでカメラがあったとしてもこう不思議となんかそぎ落とされる空気感みたいなのが多分あって、この辺は桑原さん結構こうできればあの直接がいいと桑原さんの場合はおっしゃってたので、それは作家さんに合わせてですよね。面白くないと思ってる時に面白いと言わないことです。ここでやっぱり自分たちは勝負をしているので、どんなに作家さんに気持ちよく書いてもらうためだとしても、やっぱりその嘘だけはついちゃいけない気がしていて、やっぱりその人の持っている素晴らしいところが見たいので、作品はやっぱり作家がいないとできないですからね。ありがとうございます。拝読しました。書かれてみてどうでしたかね、川原さん的には。そうか、滝田のあたりはちょっと悩むかなみたいな。そうですね、書かれてましたけど、うんうん、ちょっと滝田が取る行動がこれでいいかっていう感じが若干あるって感じですかね、うんうん、ただギブスのなんか着地点は割とあの自分の中ではしっくりきてる感じはあるんですけど、うんうん、今でもうまくいっているような気もするんですけど、あの着地させた方がいいのかどうかっていう、うんうんうん、ところですよね。もう少し思ったかなっていう、うんうん、着地をさせずになんだかわかんないけどっていう感じで続いていって、本当に着地するのはもしかしたらこう行ってからなのかもしれないという気もちょっとしたんですよね、うん、だからどうここでやっぱりでもそれでも川端さんが着地させたいんだとしたら、こうなんでここで着地をさせたいかのところがお聞きしたいっていう感じですかね、うん、どうですかね。そうですね、なんとなく、まあ、ギブス自身これ分かんないんじゃないかみたいな、うん、そう感じがなんか自分の中では一番しっくりきたんですよね、うん、ギブス自身もちょっと自分がどうしたらいいか分からないと、うん、なんか一応客観的な事実だけ並べればまあ降りた方がいいんだけど、うん、客観的な事実とまあギブスの中の決意ってまた別だったりして、保留にしたかったってことですよね、つまりは。そうですね、そうですね、うん、なんか答えが出たっていうよりも、うん、これだけ降りる理由の方がはっきり出るんだけど、それでもなんかどうしてもちょっと乗る自分が残れる理由を考えちゃうって、どう、まあ、それ自身で答えが出てるようなものもあるんですけど、多分そこで自分が読んだ感じだと保留だと思わなかったんですよ、読み味として、うん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 、あの普通に考えたら降りるべきだけど、それでも降りたくない理由を探してしまうって、うんうんうん、今おっしゃったように答えが出てるんですよ、うん、そうなんですよね、着地した感があったんですよ、うんうんうん、自分の中では。分かります。それ答え出てるじゃんみたいな、うんうん、なんかこう保留なんだとしたらもっと保留感が出るっていう方がむしろいいんじゃないですかね、こう順番がむしろ逆の方がいいというか、あの
あーなるほど。あどっか自分が残れないかみたいなことを考えたりする、うん、だけどどう考えても自分は降りるべきなんだって言った方がなんか印象としてフラットになりそうな気がしますね。こうああなるほど。でもそうかもしれないですね。今回全部順番が逆なのかもしれない、うん、大体いつもそうなんですけど、ネームで書かれてることのなんか読ませていただいて自分が意図がまだ組めてないかもっていうところを聞いたりとか、あと打ち合わせした時には全然なかったシーンとかも結構入ったりするんで、それをどういう風な意図で川原さんが書かれたのかみたいなのを聞かせてもらってっていう、割と質問が多いですね。よりこう川原さんが書きたいものが見てに伝わりやすいというか形になるんじゃないみたいな話をするっていう感じです、うん、脚本の問題点とかを割と的確に洗ってくれるので、そこは作家としては、作家って多分どっちってもキャラクターに入り込んで書くんで結構ぐちゃぐちゃだったりするんですけど、それを意外と、まあ、この順番変えるだけでそれは成立しますみたいなのを言ってもらえるのはいつも助かってますね。ありがとうございます。正直言うと今でもめちゃくちゃ迷いながら話してますよ答えはこっちが持ってないんで、答えは作家さんの中にあるんですよ。常に悩みながら話してるんですけど、よどみなくにもし見えるんだとしたら思ったことしか言ってないかですね、うん、正直にしか言わないです思ったこと言ってるんで、そっちの方がうまくいきますね。そうですねそれを元に変えて、そう、あの面白くネームがになるんで、その辺の頼もしさが本当に頼もしいっていうか、この後は、打ち合わせを経てもう一回ネームをあの桑原さんが考えてくださるんで、それをまあ2日後ぐらいとかにいただいて、でまた読み合って、でそれは大体電話で打ち合わせをして、でネームがいよいよ固まりましたから、これでいきましょうってなったら、あとは原稿を桑原さんにじゃあこれで書いてくださいとお願いして、で書いていただいて、でその間は原稿完成を待ってるっていう感じですね。その間は別の仕事をしていてっていう感じですね。 Turning the author's desire to create into something that causes a buzz in the world, that is also an important job of an editor.自分の持ってる面白いというものが本当に世の面白いと合っているのかっていうのを試し続けてるみたいな部分があって、自分はその作家さんあるいはその作品の何が素晴らしいのかは必ず頭には置くようにしています。街中を歩いている自分が全く知らない人の肩を叩いて3秒しか時間がない時に何が面白いのか説明できないと多分弱いと思います。それこそいわゆるヒットしているもの、それは何でもいいんです。ゲームでもいいですし、映画でもいいですし、ドラマでも、何ならノンフィクションでも何でもいいんですけど、それのどこにみんなが注目しているのかっていうのはその仮説を立てるようにしてます。例えばウェブでニュースを見たとき、ニュースが話題になってます、でどんなコメントがついてて、それはどの媒体だとどんなコメントがつくのかとかも含めて、いろんな人の反応を見るようにしています。やっぱり編集はその作品とかを作る立場ではないので、うん、いろんな作りたい人が相談に来た時に相談相手にできるだけなれるっていうためには、いろんなものに興味を持っていた方が打ち返せる率も高くなりますし、やっぱり好奇心が強い人は比較的向いてるんじゃないかなと思います。やっぱり漫画編集でいうと、自分の担当した作品が単行本になって重版がちゃんとかかった時ですね。あ、重版がかかるってことは多くの人に読んでもらえた、届いたっていうことなんで、
漫画を描くってやっぱり大変なんで、大変な思いをしてもらった分答えられたかなって思う瞬間なんで、それが一番嬉しいです。とにかく作品のためになることは全部やるというのが編集の仕事です。Do anything to create an inspiring manga, working in tandem with the author. That is the secret of Kodansha Manga Editor. よくされるんですよね。で毎回困るんですよね。たくさんあるといえばたくさんありますし、まあでもそうですね、面白い作品は自分で担当しちゃってますからね。空挺ドラゴンズ作者の桑原拓です。空挺ドラゴンズは竜がいる世界で、飛行船に乗ってその空飛ぶ竜を、取ってそれを解体して、肉や油を売りまた自分たちで食べ、そしてそういう風に暮らしているオロチトリという人たちが主人公の、ファンタジー漫画です。空挺ドラゴンズは軽漫画でも読めるので、ぜひ一読してみてください。よろしくお願いします。